たいた。おお、なんだ。うやだ、やだ引きだな、これは。ニザダイ、ニザダイかイスズミみたいな引きですよ、これ。なんだろう。三の字かな。あ、なんか変、あ、やだ。なんだこれ。あ、ウスバハギですね。よし。よいしょ。うん、スバハギっすよ。はい、釣れたのはね、ウスバハギでした。ね、大きいですよ。このね、このね、玉網の直径が60センチなんで、50はないですか、40。はい、伊豆大島でね、釣ってきたね、魚たちですね。今日はね、こいつ、これをね、刺身にして食ってみようと思います。はい、それではね、このウスバハギ、さばいていきましょう。3枚におろしたね、中骨の部分は煮付けにしていこうと思います。生姜入れて煮付けにします。はい、ウスバハギのお刺身と煮付けの完成です。
いやうまそうですね。ね、こんなにね皮むいてみたら白身のね、お魚だったとは知りませんでした。ね、隊長がねこれ魚屋で1匹1200円で売ってるよってね言ってたんでね、高級魚です。それでは早速、食ってみましょう。これではねこのね、美味しそうなところをいただきます。わさび醤油でねいただきます。さあどんな味でしょう。いただきます。これは美味しい。肉厚プリプリでね、ね食感もいいですけどね、なんかねこう脂が乗ってるようなうまさもありますね。うん、もう一切れいただきます。これは美味しい。ね、ムスバーにもう一匹釣れたんですけどね、ね、重たいんでちょっとでにリリースしてきちゃったんですけれども、なんかもったいない感が出てきちゃいました。それではね、このね煮付けの方、これね、粗の部分ですからね、ちょっとここら辺だけいただいてみましょう。こっち生姜が効いててとっても美味しいです。粗の部分もねこうやってね簡単に、煮付けにして食べるとね、酒のねつまみにはとってもいいと思います。それではね焼酎を湯割りいただきます。うまい、最高ですね。今回のね秋の伊豆大島、カゴ釣りチョコ、いろんな魚が釣れてねとっても楽しい、チョコでした。はい、それではねまた魚を釣って美味しく料理して食ってみたいと思います。それまで皆さんごきげんよう。さようなら。